皆さんこんにちは、ハワイのトリセツアイナです。本日は今ね、ウォールマートの看板見えていましたが、アラモアナショッピングセンターから山側に伸びているケアモクストリートというところをですね、どんどん歩いているところでございます。ハワイのトリセツでも時々紹介していますが、このウォールマートの裏にある建物808センターっていうところがあるんですけれども、今見えてきました。はい、この中にね、ちょっと前から気になっていたカフェがあったので、今日はそちらに行ってみたいと思います。はい、こちらが808センターです。この中ね、結構レストランが入っていますのでね、一度来てみるのもいいかなと思います。はい、それでは今日行くカフェはこちらのカフェでございます。ファームハウスカフェというカフェですね。はい、それでは中に入ってみましょう。店内はこんな感じで、なんか居心地が良さそうですね。あとちょっとヨーロピアンな感じもします。はい、こちらのお店ですね、ファームハウスカフェというんですけれども、これはね、美味しい食べ物をお気軽にという意味で、なんかカフェという言葉をね、つけたそうです。とってもね、いい感じのカフェです。こちらがシェフのお写真です。シェフはね、このカフェで 100% オーガニックの食材を使って、ハワイでヨーロッパスタイルのグルメをカジュアルな雰囲気の中で食べてもらいたいと思ってオープンしたそうです。シェフのね、料理本もこちらで買えます。そしてお店の人がね、大人のハワイという日本の雑誌に掲載されたのを見せてくれました。なんと6ページにわたって紹介されていました。はい、普通のメニューはね、こんな感じです。ちょっと英語の文字を読むのが苦手な私たちですね、この雑誌から選んで注文しているところでございます。大丈夫。 And this one? Oh, we don't have that one.飲み物は私がオーガニックレモンバーベナ、バーベナってなんかわからなかったんですが、そしてピカケがアイスカフェモカを頼みました。こちらのクレープはクレープフォレスティエールというもので、小麦粉ではなくそば粉を使っているそうです。たっぷりの野菜とキノコが乗っています。はい、そしてこちらが本日のお目当てでございます、ザ・グルメバーガー。こちらのパテは厳選した 100% ナチュラルアメリカン和牛を使っています。そこに玉ねぎとデーツジャム、ゴルゴンゾラチーズを合わせて作っています。そしてですね、添えられたデミグラスソースにディップして食べるのがおすすめです。こちらはファームハウスのシグネチャーベニエ、なんかドーナツのようなペーストリーですね。チョコレートソースとストロベリーハイビスカスジャムがあるんですが、今日はね、2つ頼んでみました。美味しそうです。おいしそう。見える？ほら。あ、ほんとだ。すごいすごいすごい、肉汁が。すごいよ、これ。うわー。いやー、おいしそうでーす。これはおソースですね、きっとね。そうだね、多分ね。かけて食べるのかな。ちょっと断面を見せてください。
はい、ああ、こういうミディアムですね、これはね。ミディアムです。焼き方は聞かれます。こちらは、多分ポテトミルフィーユっていう。うわあ、こんなの家で作れないよ。割ってみますね。ポテトが重なってるんですね。まあ、美味しそう。おお。左右にしますか。で、そこから真ん中に切る。バーガーナイフで切ってるよ。うん。あれだこれ、なんだっけ、アルゴラなんだっけ、アレグラなんだっけ、ちょっと苦いやつ。ね。お魚じゃない、おやつ。マッシュルーム、マッシュルームが入ってる、ね。リップしてね。うん。いただきまーす。取るね。うん、どうぞ。じゃあ、私はこちらを。取ります。これかけんのかな？うん。ちょっとやる前に。何ソース？どんなソースなんだろう。あのね、もうステーキソース。なんていうのかな？ステーキソース？まあ食べればわかるわ。あのね、ちょっとデミグラスソースみたいな。うん。これディップするのかな？どうしようか。ね、難しいね。どうやって、こちらは折ろうかな、折ってみます。おいしょっと、こんな感じ、こうやってかけていい。うん、あー、べちゃべちゃになるけど。そちらお食べください。私もちょっとここで切ってから、うん、美味しい、うん、ご感想をお願いいたします。どう、もぐもぐしています。すごく美味しい。すごく美味しい。パテがやばい。本当、食べてこれ。待って、こっち私食べてみますね。これ、すごい、このこれ、うん、どっちも美味しいよ。クレープ20何ドルだっけ、何だっけ、あるな。それは私値段を見ませんでした。お金持ちだからね。そうね、アイラさんね。これなんか朝ごはんにこれはぴったりした感じ。こんなおしゃれなの作らないね。じゃあ私もこれいただきます。あ、なんかパンがパリッとしてない？うわ、肉汁がすごい。すごい美味しかったよ。で、どうやってこのかけたの、上から。上からかけたの。私はね、はい、なんかその辺がちょっとびちゃ、あんまりやるとびちゃ、ちょっとでいいと思う。かけなくても美味しいよ、でも。本当？いただきます。食べて、ちょっと。はい、こちらいただきます。うん、美味しいでしょ。うん、美味しい。なんか手が込んでる感じ。お肉美味しくない？美味しいお肉。ファームハウスカフェの通常の営業時間は月曜日から土曜日午前9時から午後3時までです。日曜日はお休みです。プライベートイベントやディナーサービスも行っているそうです。それでは皆様、本日も最後まで見ていただきありがとうございます。素敵な週末をお過ごしください。それではまた来週。